ガルニエグーでリハーサルの指導をするバレーマスターのジュールペローバレーマスター女性の場合はバレーミストレスはバレー団の役職の一つで所属ダンサーのダンス技術水準に責任を持つ者を指す。より古風にはプルミエメートルドバレーあるいはプルミエメートルドバレーアンシェフという現代においてはバレー団において日常のクラスレッスンで教育を行うほか すでに定着したレパートリーのみならず新作についてリハーサルを行うことに責任を持つ。男女の別を問わずバレエ団の芸術監督をバレエマスターと呼ぶこともある。バレエマスターに限らずバレエ団や演劇界で伝統的に使われてきた性別を含む用語は性別によらないジェンダー忠実な語に置き換えられるつつある。バレエの歴史における最初の数世紀 すなわち18世紀から20世紀初頭にかけて、首席バレーマスターという地位は、プルミエメートルドバレー、アンシェフ、あるいはより単純にメートルドバレーと呼ばれ、バレー団の責任者であり、かつ首席振付家と芸術監督を兼ねる役職であった。その職責には、バレー作品の制作やオペラでのダンス、 バレエ音楽の移植やダンサーの指導、さらには書望のバレエスタイルの確立までが含まれていた。主席バレーマスターは劇場の芸術監督を担うこともあった。20世紀初頭、特にバレエリース解散後にはバレエ団のトップは芸術監督となり、主席バレーマスターという役職はかつて、次席バレーマスターと呼ばれていた。 主席指導者あるいは芸術助監督のことを指すようになっている。ありがとうございます。